これ歌って僕は上手下手じゃないと思うんですよ、うんうん、上手な人ってね多分いっぱいいるんですよ、うん、例えばオペラを歌う人、発声練習をしてなんだかんだって言ってても、うん、多分上手だなって言って感動があってても涙でやったり、うん、カラオケとかなんかで今やってますよね、上手な点数をつけて機械で測るみたいな、あれねみんな上手です。やっぱ音楽ってやっぱり方程式でこう歌わないといけないって言うと上手なんだけども伝わらないんですよ、うんうん、生まれてきた自分の人生と味、うんうん、味だと思うんですよ、うんうん、だから上手くなるってやっぱ方法はないと思いますよね。あ、自分の人生っていうのがやっぱ話してみると、うん、みんなあるんですよね、うんうんうん、そういったものの吉井くぞ、うん、吉井くんもそう、うん、やっぱなんとなくそういう土の香りがあって、うん、なんかそういうものがあるからこそ歌っていうのを、うん、こう言い伝えることができない部分というのはありますよ、うんうん。